金正恩の横暴についに激怒習近平が画策する北朝鮮生けえ計画の全容2016年1月11日7時0分現代ビジネスあの3番目が1月6日午前11時前同行中の立選書頭中央弁護公室主任から北朝鮮で起こった緊急事態の報告を受けた習近平主席は思わずこうつぶやいた3番3とは三代目のデブという意味で 中国の共産党政府幹部たちの間で、金正恩第1書記を指す隠語になっている。以前は、ジン・サンパン、ジン・サンパン・キムファミリーの3代目のデブだったが、昨年ごろから、なぜか、頭の一時が抜け落ちた。この時、習近平主席は、中国西南部の中央直轄地で、中国最大3000万人の大都市、重慶市を2泊3日で視察中だった。PM2.5 地獄の首都、北京を抜け出して、 心地よい気持ちで重に来たたつもりだったところが、視察初日の1月4日に北京からもたらされた緊急消息は、第8回の日に、いきなり、上海総合指数が7%暴落し、今年から始めた新規定によって上海市場を閉鎖したというものだった。そして、北京へ戻るこの日は、北朝鮮の突然の水爆実験の消息である。習主席が思わず毒づいたのも無理はなかった。 習近平主席が重を視察した理由、本論の中長関係、そして北朝鮮イケニエ論については講談で触れるが、習近平と重慶についても重要なところなので、述べておきたい。習近平主席が第19回中国共産党大会まで2年を切った2016年の新年、最初に重慶を視察したのは、主に3つの理由があった。第一に、この中国最大の都市は、 白嫌いの地盤から、習近平の地盤に移り変わったことを、自らの目で確認するためだ。習近平主席が重慶を訪れたのは、2010年12月以来、約5年ぶりで、当時は、習近平の兄貴分で、重慶の毛沢東こと白嫌い東旗初期の天下だった。その時、兄弟同様に育った二人の大ホープは、大喧嘩をして、田本を分かった。当時、 2年後のポスト胡錦担に内,内定していた習近平副主席は、白嫌来重慶首都浮初期に、2年後の北京首都浮初期のポストを打診した。自分が国家を治め、薄兄貴が首都を治め、二人三脚で時代を担っていこうと持ちかけたのだ。それに対して、白嫌来は、俺は、これ以上、地方政治家なんか、まっぴらごめんだ。お前が、ポスト胡錦トを俺に譲れの一点張り。この時の決裂が。 2012年に起こった白嫌い事件の原因となった。第2に、地方経済の崩壊が叫ばれて久しいが、重慶は、2014年の GDP が10.9%、2015年が約11%予定と、他の地域に比べて突出した経済成長を続けていたからである、数値の操作があるという説もある。そのため、全国に模範都市として懸念しようとしたのだ。第3は、おそらく、 これが習近平主席の心中、最も大事な作業だったと私は推察しているが、現在の重慶師等記ストップである孫正彩の人品を見極めることである孫正彩と古春華、時代を担う二人のホープ孫正彩と記初期は、1963年9月、山東省永世生まれで、現在52歳、広東省の古春華と記初期と並んで、 ポスト習近平を狙う第6世代のホープである。地元の名用農学院、短大でトウモロコシの研究をしていた孫正才は、卒業後、北京へ出てトウモロコシの研究を続けた。ところが、1997年、34歳の時に、北京市準議権当位副書記として政治家に転身した。以後、名前の通り政治の才能を開花させ、2006年に、 主席、御家宝首相によって、農業部長、農省に大抜擢を受けた。43歳の無名の地方政治家を大臣に抜擢した、この人事は、無難な君主というニックネームの胡錦涛主席としては、極めて例外的で、私は、当時、胡主席の意図が分からなかった。取材すると、孫政哉を胡錦涛主席に推薦したのは、御家宝首相だったというところまでは分かった。主席の意図をようやく見抜いたのは、 それから、3年後の2009年年末に、孫正彩が吉林省東旗書記に就任した時だった。胡錦濤主席は、2007年秋、自らの後継者に、弟分の李克強首相を据えようとしたが、江沢民との権力闘争に敗れて、江沢民が押した習近平に、内内定を取られた。そこで、ポスト習近平には、なんとしても、自分の実の息子のような存在の古春歌をつけたかった。そのため 古春花と同じ1963年生まれで、16歳で北京大学に入った秀才の古春花より、いかにも能力も見た目も劣るようなライバル候補を探した。そこで目をつけたのが、温家宝首相から推薦を受けたトウモロコシ博士の孫正祭だったというわけだ。2009年年末に、孫正祭が吉林省東旗書記に抜擢された同じ日に、古春花は内モンゴル自治区東旗書記に抜擢された。ここから 第6世代のホープである二人によって、ポスト習近平争いの火蓋が切って落とされたのである。私は、某西側国家の北京在住外交官から、この二人に会って会食した後に下した評点を聞いたことがある。それによると、その国は、古春夏を結出した能力の持ち主で、将来トップに立ったら、中国は、世界を牽引する国になるだろうと、最大限の評価を与えていた。 一方の孫政宰については、上の顔ばかり見ている凡庸で、無策な政治家とて厳しかった。つまり、二人について、対照的な評価を与えていたのである。ところが、中国語で、一朝天使一朝臣、天使が変われば、進化も変わるという言葉がある。要は、胡錦東時代から習近平時代に変わり、この二人のホープの立ち位置も変わっていった。具体的には、永久政権を目指している習近平主席にとって、 古春夏関東省登記書記は最大の脅威なのである。できれば、一日も早く失脚させたい。そのプレッシャーを日々、感じている古春夏書記は、このところ、めっきり白髪が増えた。それに対し、特定の派閥を持たない孫政祭重慶市登記書記は、無難な中君として、習近平主席からの覚えがはるかにめでたいのである。そこで、今回の重慶視察で、孫正彩が、今後、自分に、 絶対忠誠を誓う中心となれるか見定めようとしたのだ。そのことを十分すぎるほど認識している孫正彩は、3日間にわたって大変緊張した面持ちで作り笑いを浮かべ、まるで習近平主席の影のように一歩後ろに寄り添って同行したのだった。この地には大きな希望がある、かつて忍ぶ将兵が不可経済特区や上海保シン区で述べたセリフ 私が唱える五代発展理念のトップが、創新、新たな創造だが、ここには創新がある、視察した8.5世代液晶パネル工場の重慶京東方光電科学技術有限講師にて、こうした習近平主席の重慶での発言と、仲睦まじそうな二人の映像を見る限り、習主席は孫正最初期に球大点を与えたように見受けられる。つまり、ポスト習近平争いは、孫正最初期が一歩リードしたということだ。 そんな習近平主席の晴れざましい気持ちに水を差したのが北朝鮮の水素爆弾実験のニュースだったのだ。金正恩第一書記に対する激怒。習近平が中国共産党総書記に就任したのが2012年11月、金正恩が朝鮮労働党第一書記に就任したのが同年4月なので、2人はほぼ同じ時期に両国のトップに就いた。だが この2人の関係は最初から最悪だった。詳しくは、説著、習近平は必ずキム・ジョンウンを殺す講談社間で述べたので、興味のある方はご講談いただければと思う。勘述すれば、今回の習近平主席のキム・ジョンウン第1書記に対する激怒は、すでに5回目なのである。仏の顔も3度までではないが、イエローカードから、限りなくレッドカードに近づいている。1度目の怒りは、 北朝鮮が2012年12月にミサイル実験を、翌2013年2月に核実験を強行した時だ。この時は紆余曲折を経て、北朝鮮が5月にチェ・リュー海軍総政治局長当時を訪中させ、もう二度とやりませんという意思表示を見せたことで、なんとか関係を修復した。二度目は2013年12月にキム・ジョンウン第一書記が。 中長官の架け橋的な存在だった親中派筆頭のおじ、金正恩の父、金正日ルの妹の夫、チャン・ソン・テク、東行政部長を電撃的に処刑した時だ。この時習近平主席は、金正恩第一書記に対しても激怒したが、中国中央テレビのニュース速報を見るまで、自分に誰も知らせなかったという、中国政府の情報収集能力の不足に対しても激怒した。3度目は、 昨年9月3日に行った抗日戦争勝利70周年記念軍事パレードに、金正恩第一書記が参加しなかったときである。中国と北朝鮮は、1950年代の朝鮮戦争を共に戦った決命関係であり、実際1961年以来、軍事同盟関係にある。現在でも、中国は、毎年、食料、石油、化学肥料を大量に援助している。それなのに、北朝鮮のトップが、 飛行機で、わずか1時間余りで来られる北京まで、挨拶に来ないのは何事かというわけだ。そして、4度目が、先月に起こったモランボンアクダンドタキャン帰国事件である。この顛末は、以下の通りだ。9月3日に北京で漁港された軍事パレードに、金正恩第一書記が不参加だったことで激怒した習近平主席だったが、9月下旬に訪米した際、 南シナ海の埋め立てとサイバーテロの問題で、米オバマ政権と敵対してしまったことから、周辺諸国に対する美少外交を始めた。その一環として、10月10日に平壌で行われた朝鮮労働党創建70周年軍事パレードに、リュウ・ウン・ザン・トウ・ジョウ・ウ・登場列5位を派遣した。その時、金正恩第一書記は、外国の要人と初めての首脳会談を行った。近 竜雲山書記に私の楽団モランボン楽団を年末に北京に派遣したいと伝えた。当時、中国側はこの近代一書記の申し出を単に北朝鮮が中国との関係改善を望んでいる証だと受け取った。それで竜雲山書記が帰国後、平壌の中国大使館勤務の中国共産党中央対外連絡部の若い外交官が講演内容の DVD の提出を求め、確認を行った。 ところが、その外交官は、DVD を最後までチェックすることなく、問題なしとゴーサインを出してしまった。美女軍団による抗議のデモ行進12月10日、北京駅に美女軍団が到着した。彼女たちは、宿泊先の民族飯店で旅装を解くと、すぐに、公演会場のビッグエッグ国家大劇場に行って、翌々日のリハーサルを開始した。このリハーサルを 中連部、外交部、文化部の担当者たちが揃って見た。その時、外交部の担当者が講演の中で核実験の成功を称える映像を約15秒間、バックの映像に使っているのを見とがめた。中国は北朝鮮の核開発防止を話し合う6カ国協議の議長国であり、かつ核実験を強行した北朝鮮に対する国連の経済制裁にも加わっている。そう主張して、 その映像をカットするよう求めたのだった。これに対し、楽団の引率責任者である朝鮮労働党宣伝先導部のチェキ第一副部長は、中国側の申し出を突っぱねた。この講演内容は、金正恩第一書記が直接指導して決めたものであり、かつ、中国側の承認も一度得ているというのが言い分だった。確かに、中国は一度、承認しているので、分が悪かった。そこで 中国側は、カット時代ならば感激する我が国幹部の最高位を副部長、副大臣にすると通告した。これに、チェキ第一副部長が切れて、本講演は、金正恩第一初期の名代であり、習近平主席もしくは、李克強首相の出席を求めると強硬に主張した。火をまで何度かやり取りしているうちに、北朝鮮側は、習主席取首相がどうしても来られないというなら、 中国共産党中央常務委員トップ7の誰かの出席を求めると譲歩した。一方の中国も、党中央政治局トップ25の誰かを派遣すると譲歩した。だが、そこから再び平行線になった。チェキ第一副部長とすれば、出すれば即刻、帰国後に処刑されるのは見えていたので、平壌の金正恩官邸にいちいち報告し、指示を仰いだ。 金正恩第一書記は、最後は、講演するもしないも、現場の判断に任せると言った。そこで、チェキは、中国側に、今から15分以内に、搭乗務員の出席を決めろ。さもなくば帰国すると、中国側に最後通帳を突きつけた。習近平主席とも話し合った大木外相の指示は、帰るなら勝手に堂々だった。かくして、モランボン楽団は、 公演の初日を夜に控えた12月12日昼に名誉ある撤退となった帰国を告げられた時美女軍団はミックウェッグで最後のリハーサル中だった彼女たちは中国が差し向けたバスへの乗車を拒否しミックウェッグから民族反転まで気温氷点下10度の中徒歩で抗議のデモ行進を行ったただでさえ年末の渋滞を起こしている付近の道路は この思いがけない美女たちのデモ行進によって大渋滞となり、通行人たちは何事かと目を見張った。美女軍団の幹部は、平壌が差し向けた高麗航空特別機に乗って、残りは北京駅から夜行列車で平壌に戻ったのだった。平壌へ戻ると、金正恩第一書記が自らが出迎え、君たちは英雄だと述べて、労をねぎらったという。それから、3日後の12月15日に、 金正恩第一書記は水素爆弾実験を承認した。そして、年が明けた1月3日に実験の実施を命令し、6日に実験を強行したというわけだ。金正恩は核実験を事前通告していた。今から検証してみると、北朝鮮は中国をはめようとしたとも受け取れる。モランボン楽団が北京に到着した12月10日に、朝鮮中央通信は、 金正恩第一書記が平壌の平川革命寺跡地を視察し、本日我が祖国は国家の自主的権利と民族の尊厳を守るための自衛の核爆弾である水素爆弾の巨大な爆音を轟かせる強大な核保有国となったと述べたと報道した。つまり、北朝鮮は10月10日に軍事パレードを行い、リ雲山ウ乗務員を北京から呼んだ時から1月8日の金正恩第一書記の誕生日に合わせて、 水素爆弾実験を強行することを予定していたのである。その際、一番怖いのは、中国からの援助が止まることである。そこでモランボン楽団を派遣し、核実験の模様を中国幹部に見せて承認させ、そのお墨付きを得ようとしたというわけだ。中国外交部は、その匂いを嗅ぎつけたか、もしくは、偶然、演出内容にケチをつけ、結果的にモランボン楽団を追い出した。そこで 金正恩第一書記は、それなら仕方ないと、当初の予定通り実験を強行したというわけだ。北朝鮮は、続いて、4月15日の体温節故・キム・イルソン主席の誕生日に合わせて、新たな長距離弾道ミサイルの発射実験を準備している節がある。3月に予定される米韓軍事演習に合わせた措置だろう。ところで、今回の実験は、前3回と異なり、中国に対して、 事前の通告をしなかったと日本で報じられたがそれは誤報である中国には実験の約30分前ではあったが事前通報しているしかもこの実験によって両国の関係はいささかもこれまでと変化なく執り行われるという前工場までついたつまり事前通告したのだから経済援助は減らさないでくれよというわけだ今後の展開として考えられるのは国連安保理による さらなる厳格な制裁決議で、これは、早ければ3週間くらいで出されるだろう。だが、問題はその後である。習近平政権が画策する可能性があるのは、アメリカと組んで、金正恩政権を転覆させることである。中国は、昨週、埋め立て地を構築した南シナ海にアメリカ軍が押し寄せてくることを恐れた。そのため、他の地域の案件で、極力、アメリカと共同歩調を取ることで、 南シナ海にアメリカ軍の目が向くのを避けたいのである。それには今の金正恩政権ほど格好の生贄にえはない。本命を極める2016年の世界情勢。中国が長年北朝鮮に膨大な援助を行ってきたのはいわゆる北朝鮮版権論に基づく措置だった。つまりアメリカに対して中国が直接言いにくいことを 北朝鮮が代わりににのように吠えてくれるというわけだ。ところが、習近平時代に入って、新たに北朝鮮生贄論が内部で議論されるようになった。これは、中国とアメリカが共に北朝鮮を生贄として共闘することで、アメリカの矛先が中国へ向かうのを防ごうという考え方だ。今後、この北朝鮮生贄論を習近平政権が本気で考えるようになる可能性があるのだ。 その代わり、南シナ海においては、半ば、フリーハンドで埋め立てを続けるというわけだ。総じて言えば、2016年の世界は、ポスト冷戦期に世界の警察を務めてきたアメリカの弱体化によって、世界各地でテロや紛争が絶えなくなるだろう。シリアの内戦は、ますます混迷し、イランとサウジアラビアが開戦し、ウクライナ情勢も紛糾し、ヨーロッパには難民があふれる。アジアでは、 南シナ海で中国がますます海上の万里の長城を築き、北朝鮮情勢は一触即発となり、台湾独立派の蔡英文新総統誕生で中台関係も危機に向かっていく。そして仕上げに11月にアメリカでトランプ候補が次期アメリカ大統領に当選する。混迷の2016年を日本はどう生き抜くのか。 ぜひ危機感を持った骨のある国会論戦を期待したい最後までご覧いただきまして本当にありがとうございましたここで重ねてお願いはございますチャンネル登録をお願いしますとても励みになり 気力もアップしますので、登録ボタンからよろしくお願いしますね。